御殿場いたずら旅第4弾。今回はスイーツ巡りでいたずら祭り。御殿場市民がノリノリで藤田にいたずら。藤田以外全員仕掛け人、御殿場いたずら旅スタート。東京新宿から電車やバスで約1時間半、我らが地元御殿場。さあ今回のいたずらは、とその前に、御殿場といえばこちらの神社。久しぶりだな、浅間神社は。何を祈りますか。御殿場にある実家の雀荘、勝負園というお店、はい、ありますね。小便器が壊れてまして、水が流れないんですよ、おしっこした後、だから常に今水が溜まった桶が常にこう上に置いてあって、溜めがあって、それを流すんですよ、で次の人のために入れて置いとくっていう変なルーティンがあるから、治るといいなって。クラシアン頼む。クラシアンにお願いしろ。藤田君は俺あの競輪のマンシャがバカバカ当たりますよ。おい。なんだその下世話な。マンシャがね、もうとにかく下世話なお祈りは。しょうもない祈願が済んだところで、さあスイーツ巡りです。まずは、さあやってまいりましたよ、東山地区だね。東田中ではない。あのマックは昔藤田のお母さんのバイトした。あのマックで、その当時御殿場でライブがあるって言って、何組か芸人が御殿場の市民会館でやった時に差し入れ持ってきてくれて、その差し入れが何だっけ。ハンバーガー40個。差し入れでハンバーガーってないでしょ、マックの。先輩とかが、いやお母さん、あの俺ら野球部じゃないんで、感じで言ってたよね。じゃあ、先ほどスイーツ屋さんこちらです。お、ここはもうだってアンドレアパレね。俺は毎回読めないけど、アンドレアパレじゃない。ここは二人とも読む。大御所ですよ、これ。正義だよね。そう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 、一個下の吉政ね。吉政。すごい。あ、吉政。久しぶり吉政。久しぶりな感じもないよ。そうか、定期的なマスもね。はい、もう一個下でね。そうそう、少年野球でそもそも。そう、一緒でね。当時から背丈もあって、手足も長いから期待してたんだけど、投げ方が外国人ピッチャーで、なかなかね、サンチェッ サンチェッってこういう風に投げ、こういう投げ方。俺はずっとサンチェになっちゃいました。サンチェって言ってどういう先輩だったんですか、2人は。いや、2人はあの目立ってはいたんですけど、はい、威圧的な人じゃなくて、はい、イメージ的には、はい、ジャイアントスネ夫。ジャイアントスネ夫だね。藤田さんマジでもう見た目ジャイアント。ジャイアントスネ夫。頭は切れるって。ジャイアントスネ夫。頭いいわ。まさにですよ。メルフィーユとか、うわー、マスカルポーネチーズめっちゃうまいじゃん。いやー、ちょっと懐かしいね。いや、色もすごい種類だ。いや、こんなにね、おしゃれなね、洋菓子が御殿場にはないよね、はい、すごいよね。え、このイラストもできるんだ。はい、イラストの、あ、このイラストもだからオーダーできるんだ。はい、好きな文字とか入れたいと思います。いやいや、ちょっとおかしいって、はい、俺の G が違うし。これはアッシュみたいになってるし。ファーストいたずら、クッキーで藤田をいじる。いろんな言葉で藤田をバカにしてます。笑いは愛し、笑いに見捨てられた男が愛して、なんで見捨てられてんだよ、かわいそう。一歩通行の。一応右下読めないね、ちょっと読んで。めちゃめちゃいい、これヒンドゥー語だよね。インド語わかんねえよ、これ。てれー。実はオーダーしてたのさ、最初全然聞かない。うまそうだな、でも他の。なんかおすすめある？あ、ぜひ、あの、うちはずっと人気商品なんですけど、サクサクシュー。サクシュー食べていただきたいなと思って。わー、いいね、はい、マカロンのカリカリが、マカロンの生地みたいなものを上に絞って焼いてるんで、ちょっと食感がカリカリしてて、普通のじゃあシュークリームのパイ生地とは違うんだ。さあ、サクサクシューを食べる前にサクッといたずらタイムです。サクサクシューないけど、もうコーヒー飲まれますか。コーヒーいいね。はい、あ、いいね。そう、コーヒーに仕掛けるいたずらが、スティックシュガーの中身が塩。
バレないようにしっかり現状復帰。藤田はこのいたずらに引っかかり、塩味コーヒーを飲むことになるのか。普段はブラックの藤田、僕と吉政が藤田にスティックソルトを使わせようと協力する様も楽しんでご覧ください。一緒に行ったよ。おー深いね。あ、結構苦い、苦めのコーヒーなんで、ちょっと砂糖入れた方がいいかもしれない。あーうまい。これだからそれあれ、サクサクシューが来てからちょうどいいんじゃないか。そうかな。うん、うん、あ、この砂糖別に全然甘ったるくなっていいね。はい、これもちょっと自家製で、え、甘さ控えめで。じゃあちょっと、はい、やってみよう。だから、うん、なかんないって吉政はあれ、うん、俺らのあっちゃんと同じぐらい仲良かったトッチっていうね。あ、トッチの後輩だよね。はい、はいはい、そうですね。高校も一緒だったの、バレエで。そうか、そうか、はい。トッチっていうね、めちゃくちゃ面白いやつがいてね。まあね、すっごいバカバカなんですよ。未だにね、無許可で便利屋やってるからね。まあ、無許可とかね、言っちゃうとあれだけど、無許可でやってる、勝手にやってるもんね。うん、え、なにこれ、うそ。甘かったですか？しょっぺー。全然気づかない。いや、俺いつもブラックなのよ。うまいね。うまかったですね。自家製の砂糖とかうまいね。砂糖作ってないです。はい。じゃあ、サクサク汁です。お、うまそう。確かに。あ、なんだ、カラメルみたいになってるのかな。さあ、シュークリームにも当然いたずら。サクサクシューならぬクサクサシュー。くさーい草屋に納豆を加え、より臭さを増したオリジナルクサクサクリームをシュー生地の中にたっぷり注入。果たして藤田の反応は。生地はまあ普通なんですけど、ここのカリカリカラメル的なね。これか、カスタードクリームがなんか脂肪分を控えめにしてるんですけど、この味は深いっていう、そういうクリームを作ったんですけど、なんかバフン。バフンだわけね。バフンだわけね。待って待って、バフンだよ。バフンバフンだよ。バフンバフン。サクサクシューってクサクサシューじゃん。サクサクシューバフンだよ。これはもう吉政独自で作ったバフンだろ。クサクサペーストだよな。はい、クサヤと納豆でバフンだってお前。いや、俺だから生地に聞い取られてたな。どうすか。あ、うまい。すごい、めちゃめちゃクリームいっぱい入ってる、うん、これはすごい溢れ出ますよ、うん、これはもう、うまいわ、作り方が。でこのクサクサシューの後にサクサクシューっても美味しいですから、そうですね、甘みを感じるというか、うん、だから、サクサクシューのその前にで売り出せばいいよ。続いてもスイーツ巡り。場所はアンドロワパレのすぐそば。さあ、またスイーツですね。もう一軒スイーツがあるということなんですが、まともな飯食ってないで。まともな飯とか言うな。今はね、もう別腹の方のスペースをスイーツは。ほら、こんなとこにプリンあったら知らないだろう。知らない、とろけるプリンって。ほら、俺多分通学路だよ。こんな一瓶で3回味を楽しめる富士御殿場プリン。知らない。ウエちゃん、プリン好きっすか。プリンあんまり好きじゃない。出だしからなんてこと言うんだよ。普通でしょ。普通でいいんだよ。普通、普通。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。すげえ。こんなとこあったんだね。いらっしゃい。いろんな味があるんだ。いろんな味があるのいいね。うわ、いっぱいあるんだ、種類が。ね。うわ、俺の大好きなラムレーズンがあるよ。ラムレーズン。ラムレーズン大好きなの。なんか品揃えが独特ですよ。まあ抹茶とかは。
ですね。ラムネはね、やっぱりラフランスとか、うん、モンブランとか、モンブランとかも。あの、大体季節の限定を2、3種類と、常時5、6種類、7、8種類を出してますね。まあでも、一押しはこれなのかな。そうですね、こちらがうちのメインの、やっぱり、すごいですね、あの、外のあの、巻物じゃない。はい、こちらのバナーですね、とろけるプリンというので、はい、あの、とろけるプリンとして、やっぱこれね、ますので。いや、俺の写真がある。俺の写真よ。お前がとろけてるじゃん。藤田を楽しめるだって。トビンで3回とろける藤田、文字通り藤田がプリンにとろけてます。高骨としたいい表情ですね。藤田御殿場プリンじゃん。富士御殿場プリン。藤田です。いや俺さっき思ったよ、うん、あ、藤田に似てんなって思ったのよ。てってれー、どういうことだろうね、3回ってね、それ聞こうや。ちょっと面白い、三村さん似てるね。ねえ、言われませんか。いや、三村ちゃんねえし。返しが慣れてるね。レッドさんも入ってる。レッドさんも入ってる。だから往年の芸人感だね。ちょい上の、こちらより他事務所先輩感。3回楽しめるっていうのはどういうこと。あの、ノンホモ牛乳っていう脂肪分が多い牛乳になってまして、プリンを焼いてる間に脂肪分が上に上がってきまして、一口目がすごく濃厚で、で真ん中がすごくとろ、まさにとろけてまろやかなプリンで、真ん中はまろやか、最後はカラメルと混ぜて。あ、なるほどね、はい、そういうイメージだから、カラメルとカラメル、はい、はい。奥様と一緒に2020年にオープンしたこちらのお店、早速おすすめのプリンをいただきましょう。そしてここから怒涛のいたずらラッシュです。あー、これ何、あー、当たりじゃん。当たりじゃないの、すげえ、ないもん。蓋の裏に藤田、見てよ、こんなのあんだ。このシステムあるんですか。そうですね、ない裏切りてぇー。ちょっと食べてみましょう。上が濃厚、はい、はい、入んないよ。はい、スプーンが入らない。ちょうど光景が一緒なんだよ。光景が一緒よ。光景とさじが一緒なんですよ。大きすぎてすいません。ちっちゃいんですよ。スプーンがめっちゃ小さい。これあれ懐かしいな。金属であったんだ。じゃあこちらぜひ。これね、上が濃厚。どう？プリンと思ったら茶碗蒸し。パッと見はプリンに見えますが、中身は完全に茶碗蒸し。果たして藤田の反応は？どうですか？うん、うまっ。濃厚でとろけます。あれだな、どうした？いかがですか？いかが？プリンとしてはまずいっす。おい！なんでこと言うんだよ。あれだったらうまいよ。何？あの、蒸すやつ。茶碗蒸し。茶碗蒸しだよ。わかりました。これ茶碗蒸しをちょっと頑張って出し切りで、はい、茶碗蒸しはそれでまいりました。上が濃厚で、最後はとっておきのいたずらを投入。店長と奥様にご注目です。ありがとうございます。すっごい濃厚、とろける。いかがですか。いや、いいね。とろける夫婦、僕がとろけると言ったら夫婦がイチャイチャとろけちゃう。とろけますか。うん、とろける。上が濃厚で下がまろやかで、めちゃめちゃ痛いですね。とろける。だいぶ痛いですね。いや、とろける。痛い夫婦で、俺がとろけるという感じにとろけてくれるんだよ。痛いな。いや、俺実際こんな感じでやったら俺出てるんだよ。これ我々がやってくださいって言って、まあ本当にいやいやというかね、俺たちのために
機会いただいたり。よかったかい。わあ、ラムレーズン。ラムレーズン好きなんですか、藤田さん。ラムレーズンめっちゃ好きなんですよ。あ、これでいいですか。美味しいですか。さっき飛び込んで。しょっぱいな、ハサちゃん。うまー。うまー。実際のラム酒も使ってるので、結構香りが好きだよね。ラム酒すごい好きで。嬉しい食べ物です。ラム酒。うまー。ラム酒君だ。うん。残したのは茶碗蒸し。茶碗蒸しはまずいんですよ。まずい。いらないんですよ。プリンとサラだろ。小村がこうキョロキョロしながら現実して入ってどっちのその蒸気機関をバキバキに回ってて過去バフン